残り2周を切るところで7番斉藤武と6番手若干距離を置いています。中段5番大畑も少し中部ラインとは車間を空けましたが、さあ2コーナー加速よく7番斉藤武人が行きまして、2番河野純吾を従えまして、ただ河野純吾若干追走を外して足を使った状態、またスローペースになりました。難関勢受けて3番手が中部ライン、1番の永井清文、大畑勇樹は6番手です。かまし逃げ7番斉藤武と後ろ2番河野純吾、この南関東勢から2車審査の圏内、3番手が1番永井清文です。まくっていきまして1番永井、南関東勢を捕まえるスピードでやってきて、6番山田圭司が連結外し気味、さあ南関勢を捉えて中部永井清文と4番富安の体勢で、その後ろからものすごい勢いで5番大畑勇樹が前段へと接近、直線に向きました。捉えるか、5番大畑打ち粘る、1番永井清文、小田倉雄二、4番富安広がって降臨、最後はゴール前4人が広がって大激戦。